慣れないな、はい、やってきました。早めに変えようね、オープニング。いやもうこれで当分いくと思いますけど、さあ今日は、超シンプルに、はい、卓球を。おお、シンプル卓球、めちゃくちゃ久しぶりやわ。シンプル卓球をして、やりましょう、見てもらおうということですね。はい、まあ、あのポイントとしては、うん、山内の必死になった時のオタク感というか、うん、変な感、変な感を見てもらいたいです。いや俺はもう全力で生かしていただきます。わかりました。負けた方はなんか相手にじゃあ好きな罰ゲームを言えることにしますか。そうしますか。はい。わかりました。じゃあちょっとシンプルな卓球をおじさん2人でやってみたいと思います。はい、11点マッチ ？11 点マッチ。はい。はい、11点マッチです。はい。危なっ。ちょっとあの練習しよう、ちょっとだけ。え？そのいきなり本番？そりゃそうでしょ。試合なんだから。サーブは3点交代でしょ。いきなり本番当然でしょ。そりゃ相手に手の内バラしたくないもん。分かりました。俺から言っていいよ。どうぞ。何やどうぞどうぞ。何やその感じ。いきますか。中国の強化選手に見えてきた。ヘイケンじゃないの。はいはい。うまくない。これがマジのマジのやつですから。1点ね。おい切ってきたね。よっしゃ切り返した。2点、0点。はい、まだね。何まだねってどういうこと。あの点数がもう一回打ち直す押せるのは ネットの時分かってます。あ、じゃあまだねとか言うのやめてもらったんです。何でですか。いや今のはまだねって言ったらあかんっていうのルールがありますか。はい、始めてください。丸い毛の生えた生き物。これが丸い毛の生えた生き物。3-0ね。3種のサーブがあるんですよ。レベルばっかりいきますか。おたけおたけ、いや、持てないじゃん。はい、はい、相手になんないかもな。 4-0 レベル1のサーブいけそうだな。おっと、今触ったか。触ってない。触ってない。触ったか。触ってないよな。触ってない。触ってない。触ってない。こっちのアングルではなんかこう触ってない。触ってないけど。何やそのハーゲンダッツが出してるトレーナーか。何やそのあれがハーゲンダッツが出してる。ハーゲンダッツのオフィシャルトレーナー。違うね。更新おしゃれなやつよ、ね。ハーゲンダッツの更新打つ来てる。4-1。頭ハーゲンダッツ。頭ハーゲンダッツ。レベル2出しちゃいます。何やねんその先。はい、弾いた弾いた。はい、5-1。めちゃくちゃ早かった。5-1。5-1ね。はい、さっきそれとけといてやんじゃ。しっかり言ってんだよバカ。しっかり言ってんだよバカ。全部見えてるわ球筋が。これはレッドです。もう一回や。もう一回いけるやつです。もう一回いけるやつって。早く勉強返して。勉強返して。そういう態度でやるとまた違うの。勉強返して。スポーツマンシップに乗っ取ってないのはまた違うの。勉強返して。イライラしなくても。7-1ね。 OK。 はい、まだね。いや、まだじゃん。それがダメなやつって言ったやん、さっき。当たってこっちに来た場合はいいんですよ。
ね、あー態度悪い。一番赤いやつ、スポーツやる上で。8-1 ですか。レベル2のサーブだけで終わっちゃうぞ。態度レベル2。おい、ダル。はい、ダル。はい、ダル。横綱。チャンネル登録お願いします。